プロトステガ科は中世代白亜紀に生息したウミガメの絶滅した分類群。ハチューズナカラカメメからウミガメ浄化。最初期のウミガメであるがアーケロンなど大型種を排出した。プロトステガプロターステガ。このトガの最古の属は1998年にブラジルで発掘されたサンタナケリスである。この生物が発見されたのは白秋前期末の 気相であったこの段階ですでに小さいながらも、足びれを持っており、肥大化した類線も備えていた。しかし、足びれには指を曲げる、関節構造が残っているなど、原生種と比べると完成度は低い。その後、ノトケロンプロトステガなどより大型の族が現れ、白亜紀の海において、プロトステガ科は他の海亀を圧する存在であった。しかし、白亜後期、 基地で最大の海亀であるアーケロンが現れる頃になると、プロトステガカは衰退しつつあった。そして、白亜飛末、KT 協会における大量絶滅において、他の海生爬虫類や主食であるアンモナイト、陸上の恐竜などと共に姿を消すことになる。しかしカメ類において、この大量絶滅で絶滅したのは、プロトステガカなどごく一部に止まっていた。 原生種にはこのグループの直接の子孫は存在しないが、最も禁煙なグループとしてオサガメ化が挙げられる。ウミガメ類全体に見られる傾向として、甲羅の縮小が挙げられるが、このグループも同様であった。最初期のサンタナケリスは、さほど退化はしていないが、後期のアーケロンなどは、骨質の板は失われ、原生のオサガメのような、皮状の皮膚や、角質の板で覆われていた。 頭骨は比較的大きく、口先が頑丈で抗菌の付着部が拡大しており、硬いものを壊して食べるのに適応していたと思われる。おそらくアンモナイトなど硬い殻を持つ生物を主食にしていたのであろう。また、余分な塩分を排出するための類腺は初期段階からかなり発達していた。それに対して気脚は初期のものには陸カメの形態を部分的に止めるものもあり、 発達したのは海に進出してからであると思われる。後期のものは原生種と比しても遜色のないヒレを持っていた。しかし、構造上水平方向には動かしやすいが、上下方向への運動は苦手であったようだ。そのため、おさがめなどが行うような潜水は増えてであり、もっぱら海面近くを遊泳していたと思われる。サンタナケリスは南アメリカ近海、 アーケロンは北アメリカの内海に生息していた。しかし、それ以外の地域からは発見されていない。これは、プロトステガカのみではなく白秋に多数生息していた、他のウミガメたちも同様である。原生のウミガメは、平田ウミガメを除いてほぼ全ての海で見ることができるが、当時のウミガメには、おそらく遠距離を回遊する能力あるいは修正は、持っていなかったと思われる。 そうした状況で、種の文化が起こりやすくなったためか、当時の海には、多種多ようなウミガメが生息していた。ありがとうございます。